はいはいどうもおはこんばんちは、ポリポリ大根ゲームズへようこそ。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙と、ポリポリ大根です。今回も引き続き木漏れ日山に来ております。ここはなんだ？あ、リフトだっけ？ロープウェイですね。上まで行きましょう。そうだ、途中まではこれで登れて、頂上は自力で登るしかないんだっけ？そうですね。あれ？早い、もう着いたのかよ。ええ、見た目とは違って爆速ロープウェイです。どうやらそこの崖を垂直に登っていくと、頂上へ向かう道が開けるらしいですよ。落ちたら沈むんじゃねえの？ま、ちょっと痛いじゃ済まない高さよね。でも運が良ければ登れるかも。軽く壁のコンディションを確認してみましょう。あ、ここに登ってみるにはスキルが低すぎます。だそうだ。入門書を読みました程度の素人には、登らせてもくれないってわけね。練習してスキルアップしてからですね。今日はスキーで滑っておりましょう。え、大丈夫なのか？当然初心者コースよ。だよな。うおー、飛んだ。うまいじゃん。上達したんですか？いやそうでもないか。またゴールでこけるんだろ。ふもとのロープウェイの駅から練習用ゲレンデを通過して、そのさらに向こうに、ロッククライミングの練習場があるみたい。あったあった。さっきのに比べたら全然低くて安全そうだぜ。よし、早速練習よ。これはスキル上げるのに時間かかりそうだ。もうすぐ老人になる持ちには登頂できないかもねー。登っては落ち登っては落ち、必死でトレーニングしていたある日のこと。うちの次男がアドレナリン中毒になりました。スリルのあることばっかりやってたせいだろ。喧嘩や屋外でのうふふなことで興奮、火事でも興奮するみたいですね。変態に輪がかかってしまったぞ。まさか父ちゃんも変態になってないでしょうね。父ちゃんはただの旅行好きらしいぜ。何この違い。あ、そうだ、屋台のご飯をまだ紹介してなかった。自販機もまだですね。じゃあまずは木漏れ日山にある屋台のご飯から。三色団子、おにぎり、木漏れ日のお抹茶、缶のホットコーヒーに緑茶、焼きそばとラーメンが数種類ずつありますね。餅は魚介焼きそばを選びました。若干箸がおぼつかないけど。顔。すごい顔。お箸になれるまで、食事風景は変顔大会なので頑張りましょう。いや頑張りようねって。さ、続いて温かい自販機ね。むむ、照り焼きチキンがある。大好きな照り焼きチキンピザとお味噌汁を買ってみましょう。おでん缶はさすがにないか。おでんは煮物にしてはスープがうますぎる絶妙な和食ですから、難しいかもね。危ない危ない。座ってゆっくりいただきましょう。あれ、放送は？あ、日本ではあるまじきじかおき。解説のうぷ主さん、本件についてコメントをお願いしたく。ま、そうですね。テーブルのない場所で美味しくいただくのが良いかと。おう。つまり食べ歩きもしくは立ち食いでしょうか？そうですね。あとベンチですかね。なるほどね。じゃあついでなのでガシャポンもやっておきましょう。ちなみにうぷ主は年代のせいで、ガシャポンをガチャガチャと呼びます。ふ、ほっとけ。年代で呼び方違うのかよ。はい、ちょっとお勉強したところ、ガチャガチャは1980年代に商標登録されてまして。ぷ。ガシャポンは2000年代なんで、もう呼び方でお年がバレるわけでございますよ。カプセルが詰まったり今も昔も一緒でしょうが。さっきからなんか文句言ってるのは詰まってるのか？嘘。ほら直し方だって昔と一緒でしょ？現代の直し方はこうよ。まず押す。いや店員さん呼べよ。次に、掴んで揺らす。野生児か。とどめにタックル。やめろ。あ、出てきた。ってことでこちらのガシャポンで可愛いフィギュアのコレクションができます。中に割れ穴ものもあるらしいので、我々もガチャガチャを楽しんでいきましょう。ガシャポンね。ガチャガチャだっつの。ガチャとも言うだろ。む。さて変態が住む家です。山の方は雪が積もってたけど、季節はまだ秋だったんだな。そう、山の上と麓の住宅街では、当然だけど天気が違うわね。シーズンズの拡張を入れてない場合はどうなるんだ？公式のライブ配信での話では、木漏れ日山がある雪松地区の雪はみんなが楽しめるらしいです。違いが出るのは千葉町地区と若葉地区だと言ってました。山に行くとどか雪だけど、他は季節感なしってことか。個人的にシーズンズはおすすめですけどね。全パックが入った状態で始めてるから、どこまでがシーズンズなのかわからなくなっちゃってるけど。例えばこの落ち葉はシーズンズがないと落ちてこないです。あとこの一家の主な収入源である金の木、あれもシーズンズ、天気、季節、ガーデニングに関する追加がたくさんあります。ってことはこの焚き火もシーズンズね。なんだよこのお金を燃やすって。たまにそういうことしたがるシムがいるんで。それって育て方を間違ってるわね。それをお前が言うかね。え、これはパジャマですが何か？こんな格好で寝たら疲れてしょうがないだろうが。みんなの期待を一身に背負ってるお兄ちゃんが不憫ですよ。そう、お兄ちゃんは大事な跡取りなので、すでにお嫁さん探しを始めておりまして。うおお。ついに4代目がスコープに入ってきたわけだね。まだ10代なので具体的ではないんだけど、青春時代のガールフレンドという意味では、こちらのご近所に住む香里ちゃんとお付き合いなどしてみてはどうかな。ということで、一緒にお祭りに来てみました。この自販機、着物売ってるぜ。斬新ですね。買ったら高くのおっさんとお揃い。じゃあ解説員、このお祭りの着物についてコメントをお願いします。
ライブストリーミングでは、旅についての説明もありまして、下駄を履いた時に靴下を履いていると親指のところで分かれるようになってます。へぇ。着物の柄とか真ん中の縫い目とかね、気になることを言い出したらきりなくありますけれども、やっぱり一つの国の文化を調べてゲームの中に実装していくって大変なことです。地元の小さなお祭り館っていう意味では、十分合格かな、と思いますね。確かに相当勉強してくれてるよな。それは私も思うわ。仕事とはいえ、やろうと思ってもなかなかここまではできないんじゃないかな。うん、やっぱ操作してるとワクワクするのよね。あ、そういえば、裏の池、泳げるみたいです。え、マジ？早速行ってみましょう。誕生日を迎えて老人になった餅が泳ぎます。年寄りの冷や水とはまさにこのこと。だ、確かに、やっぱカヌーにしますか。餅はスラニの海で生まれ育ったから、ポケットにカヌーが入ってるんだったな。そうなのよ。でも大体いつ乗っても同じことしかしないのよね。ほう、釣りでもすんのか？いや、寝てるリラックスしちゃうんだろうね。そういやオタフクは彼氏いないの？オタフクは先日初めてご近所の男子とお食事会をしました。いつぞや作ったファミレス祭ですかですね。集団お見合いかよ。料理が出てくるのに3時間とか4時間かかる最悪なレストランだろ。そう、だからお見合いにちょうどいいでしょ。やることなくてひたすら喋ってるのか。はい、ところが今回はちょっとしたトラブルでお食事できませんでした。トラブル？奥でお料理してるシェフがいるでしょ。はいはい、いますね。あの方、アレクサンダーゴスさんって言うんですけどね。シムズ界のレジェンドですね。へ？なんかそうらしいの。20年前からいらっしゃるゴス家のご長男ですね。いわゆるデフォルトシムか。その有名な方が調理中に、はぁ、倒れてる。お亡くなりになりました。お腹空いてるのにお食事が出てこないわ。レジェンドは亡くなってるわで、ちょっとしたパニック状態になりまして。そこに追い打ちの死神到着か。さすが人生シミュレーション、といったところでしょうかね。ほんとだな。周りの人も一緒に年を取る設定にしておくと、こういった不慮の事故に出くわすことがあるようですね。なるほどね。次男が変わり者すぎてなかなかスポットライトが当たらないけれど、お兄ちゃんもオタフクも地道に活動しています。さて、前回のエンディングでは、荒ぶる裏方シムのダクトさんをご紹介しましたが、破滅的に歌が下手なダクトさんね。はい、でも皆さん互換的に、ダクトさんには超一流であってほしいのではないかと。確かに。例の格付け番組の影響ですかね。ということで、ダクトさん歌唱スキルを磨きに磨きまして、おお、ついにレベル10まで到達しました。すごいじゃんか。今日も同じ歌を歌ってもらいますので、よかったら前回の動画のエンディングと比べてみてくださいね。ちょっとこれは楽しみ。でしょ？ああ、今回もノリノリですよ。ほぼ別人じゃん。スキルってすごいよね。てことで、前回とは別人のようなダクトさんの歌を聴きながらのお別れです。今回もご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価ボタンなどよろしくお願いします。コメントもどうぞお気軽に。まったねー。Every time, Navy, Nifty, Hobby, Ho, a Dutch Navy.